ゆりさんが最初に描いた絵っていうのはなんか覚えてますか？子供の頃？子供の頃でもいつでもいいんですけど。なんかね、印象的なのはね、鶏の絵を描いたの、小学校の時ね。うん。図鑑の時間にね。図工の時間に、はい。そしたら、みんなからものすごく感心させたんですよ。先生に。はい、先生って生徒、同級生に。あ、みんなに。全員から。おお。で、小学校1年2年ってね、うん、絵が変なんですよね、みんなね。うんうんうん、にゃーっと曲がってたりするんじゃない。それがね、鳥らしく描いてやって。で、こう、足がこうあって、こう出てるとことか、うん、ここからニヨッと出てるとことか、ここがにぎらぎらがあるのとか、全部細かく描いてる。それはさっき言ったように、なんか鶏を描こうと思ったら、なんか鶏が浮かぶんですか？うん、そりゃそうですよ。だからそれは、鶏を今まで見てるじゃないか。それを見て、記憶っていうのが出てくるんですよね。うんうん。だから、ちゃんと見てるってことですよ。うん、あの、ほら、聞こえないから、うん、その分、人の顔をよく見るとか、うん、なんかこう、姿勢をよく見るとか、うん、その目の力にすごく訴えるんでしょうね。じゃあ、目に見えない神様をどういうふうに思い浮かべたんですか？だから、それは、うん、目に見えないんじゃなくて、ここに浮かぶものだから、うん、それはここの目に見えるものだから、うん、ここの目には見えなくてもここに見えるから、うん、結局は同じですやん。それ言うたら、ほら、竜だとか鳳凰とかだって、現実には見えないじゃない。うん、でも、どこかで、こう、例えば平等院の上におるとか、うん、どこかで見てるとか、とかそういうのを記憶してたり、想像したりとかで、ここに残ってるじゃないか。うんうん。それを描くんですよね。子供の絵っていうのは、大体そういう、なんか、こう、精神の奥から出てくるもの。子供の絵は、子供の絵はそうだし、私の絵は子供の絵と同じですよ。精神の奥から出てくる。もうそれは絶えず出てくるんですか？それとも何か本を読んでたり、いろんな生活の中から思い浮かんだものが精神の奥から現れてくるのか。そうそう、みんな全部精神の奥から出てくると思いますよ。まあ記憶と思ったっていいんですけどね。うんうんうん。でもそういうのは潜在意識のこう膨大な量になってるとこから湧き出てくるものを出してるんですよ。うんうん。まあ神様だとかさ、そういうもんはそれだけじゃなくて、とかこうピピピピとこうアンテナでこう書いてくださいみたいなのを受け取って書くところもあるから、うん、自分だけじゃないんですよね。向こうからの都合でこう書いてほしい、うん、だからこうは書いてほしいけどこうは書いてほしくないってあるじゃない。精神の奥とアンテナから降りてくるものってやっぱ別物ですか？近いけどちょっと違う。奥から出てくるものは自分の趣味でかなり近いね。うんうん。でもアンテナで置いてくるのは世界中の誰が見ても通じるようなレベルになる。うんうん。だからそっちの方がより深い感じがするかなと思いますね。